東京都で今日新型コロナウイルスの感染者が新たに238人確認されました。京都内で新たに感染が確認されたのは238人で、2日連続200人を上回りました。小池知事は、感染が中高年層にも広がっていて、感染経路も多岐にわたるとして、明日からの4連休の不要不急の外出を控えるよう呼びかけました。 外出はできれば、まあ、できるだけ控えていただくようにお願いをいたします。また、小池知事は警視庁の警視総監と面会し、いわゆる夜の街への対策について感染防止策を強化していくことを確認しました。一方、大阪府の吉村知事は、新たに120人前後の感染者が確認されたことを明らかにしました。大阪で1日に確認された数としては過去最多です。